ほんみこみんな今日も生きてて偉い、体が動かない久我美琴です。いや、トラッキング、普段のね、この私の体が、顔とか体が動いてるやつってパソコンのネットワークを使ってやってるから、アクシエンドに到達するためにネットワークを切ったら体が動かなくなってしまいましたので、とりあえずその隠しエンドだけ見終わるまではこれでいきます。はい、というわけで、用意しておきました、いい感じのデータ。隠しエンド、新エンドの見方っていうのが、なんか来てるわ。フォロワーが100万人以上で、好感度が86以上で、闇度が80以下で、インターネットの接続を切った状態で、30日目を迎える、29日目を迎えるみたいなやつで、今日いい感じにフォロワー数を増やしつつ、好感度を稼ぎつつ、闇度を上げないというデータを用意しましたので、はいはい、この辺はもうめんどくさいから寝かしておきたい。寝て、ちょっと私の体が動いてないのがすごい不安になる。私が下に進んで29も、はいはい、29もそのまんま、はいはいはい、インターネット切れてるよな、私切れてる、ぶっこ抜いたもん。ぶっこ抜いたら急に自分の体が動かなくなった時に、私はインターネットでしか生きられないんだなって思ったね。すごい今悲しい顔してるんだけど、伝わらないよね、こうやって収録でやるのも悲しい。あ、来たかも。これでいけるはず？どう？1ヶ月頑張って走り切ったね。気づけばこんなに遠くまでたどり着いたんだ。ピムお疲れ。これまで頑張ってきた私が、頂点ちゃんが、これからどうなっていくのか見ててね、ピ。え、大丈夫？これ見覚えあるんだけど。ちゃんと、深淵。あ？インターネット卒業した！私は卒業できないのに。インターネット卒業して本物の天使になります。え？どういう背景？インフルの時の夢みたいな背景って言おうと思ったけど、私別にインフルの時こんな夢見なかった。今週インフルだったけど。え？閉じれない。閉じれない。今何の時間？え、ずっとコメントが、コメント？ツイート？インターネットをやめた、頂点ちゃんがインターネットをやめた後のインターネットを見ることしかできない。え？ニュースサイト、インターネットやめろ、インターネットやめたら私は今すごい不安になってるんだけど、早くつなぎたくてしょうがないんだけど、今何の時間？え？つぶやきも失敗しがちになってきた？どういうこと？え？みんなインターネットやめるの？頂点ちゃんだけじゃなくて？え？怖っ。IT 関連銘柄暴落しちゃった。インターネットエンジェル可愛く参上。え？一番怖いかも、このエンディング。七色ゲロ。え？不明なエンディングに到達しました。まるで天使のように微笑む強めの幻覚。OK。
これは隠しエンド、ハッピーエンドワールド。終わった？インターネットつないでいい？ちょっと失礼して。私のインターネット帰ってきて。私のインターネット帰ってこないと私が帰ってこれないの。わかる？帰ってきた？私。あ、私帰ってきたかも。でもなんかね、今日調子悪いんだよね。うまく、体がうまく動かないの今日。どうして？怖い。顔が壊れちゃうの。どうしたらいいんだろう。あ、これでやっていくか今日は。ほい。あー、帰ってきた。ただいま。というわけで、あとこのゲームは、このデータゼロっていうのを見たら終わるわ。さっきの隠しエンドは、この完璧な配信者になった時にインターネットをやめたらっていうのを実践したら、あのエンディングになった。インターネットをやめると VTuber としての久我美琴っていう存在に多大な影響が出ることが分かったよ。収録でやりゃええんやろって思ったけど、インターネットやめたらね、私の体って動かなくなるんだと思ってびっくりしちゃった。じゃあデータゼロ見るか。もうエンディングを全部埋めたら、このデータゼロってのが出てくるんだけど、なんか怖いな。後戻りできません。はい、ピュア見ててね。ええ、なんか爆速なんだけど。え、びっくりさせてごめんね。アメちゃん一人でやってみようかと思って。え、私何もしてない。送れない。 LINE も。何をしてるの今。え、 LINE、 何、オーバードーズでやってるの？え、でも好感度上がってるよ。なんで？え、どういうこと？どういうこと？ちょ、え？何かやっていけるもんだね。まだ知らない自分を見てみたい。どういうこと？全然追いついてない。一人でやっていけてるじゃん。終盤って感じだね。そろそろだね。どういうこと？一人でもどうにかなりそうだよ。ストレス100だよ。でも好感度めっちゃ高い。私何もしてないのに。新しい未来を探しに行く。え、私何もしてないのに一人でも100万人達成できたよ。今までありがとうね。この先の未来は自分で手にするから。バイバイ。え？いなくなっちゃった。
え、どういうこと？ピエン、遅れる。既読つくよ。もう帰ってこないってこと？え？え？どういうこと？あ、ずっと隠されてた秘密のこと .txt 開ける。今回のピについて、設定、私の好きピでプロデューサー、頂点ちゃんを最強のインターネットエンジェルにするため、いろんなことを指示したり心を支えたりしてくれる、大好き。感想、今のピも悪くなかったけど、やっぱり優しいだけじゃ物足りない。結局アメちゃん一人でどうにかなったし、今回はダメだね。さて、次はもっと優秀なピを作らないと。今度は一生夢から覚めないくらい最高のピにしなきゃ。次は婚約者って設定にしようかな。憧れの新婚生活、楽しみだな。私は実在していなかったってこと？これは、アメちゃんと頂点ちゃん？え？銀河ステーションに着いちゃってるし。シャットダウンすればいいの？再起動？シャットダウン。おやすみなさい。ああ、消えちゃった。え？それでいいの？私。終わり？ちょっと待って。ミディがデータゼロ。え？待って。その私の体が動かない問題で、パソコン再起動したから、ググったやつがわからん。わからん。これデータゼロ？データゼロ流れた。シャットダウンを終…あ、じゃあ、え、スタートボタン、シャットダウンを選んで終了させてください。じゃあ終わりだ。イリガルオーバードーズ。アメちゃんも、頂点ちゃんも、くがみことも、インターネットが消えるとき、一緒に消えてしまう。二次元の存在って。